ちゃこんにゃです。はい、始まりました。前回から引き続き地なし感を始めようのコードです。本日はですね、まあ、どっちも定価40万ぐらいの竹ですね。はい、のこれね、父に借りてきたんですけど、玉水の地なし感、地なし感と玉水の通常の感ですね。うん、やっぱりね、地なし感を始めようというところで、やっぱりその地なし感と、まあ、通常の感が、まあ、どう違うのかっていうのをですね、まあ、ちょっとそのじっくり、まずは通常の感と地なしが何が違うのかっていうのをまずはじっくり味わおうかなと思ってやってきました。そして、まあ、うちの流派の妙案新法流ですね、妙案新法流の竹、勝浦正三館ですね。勝浦正三館ね、ごま地区のすごいいいやつなんですけど、勝浦正三館も持ってきました。はい。で、まあ、まずはですね、この2本比べてみようと思います。はい。まず、太さですね。こっちの方が、地なし館の方が太いですね。まあ、細い、地なし感もあるんですけど、やっぱりね、地なし感はある程度太い方が、まあ、僕の経験的にはいいです。要は、まあ、これとね、これ見てくれたらわかるんですけど、まあ、これが、大体まあ、明治の初期ぐらいの竹なんですけど、まあ、太いじゃないですか。うん。で、まあ、昔の竹ですね。江戸の竹も細いもあれば、まあまあ太いのもあったんで、その、まあ、言葉にもね、結構やっぱり太めの方を、太めのものを、こう、がっつり吹くっていう。で、まあ、その、なんだろう、音量勝負っていうところもやっぱり昔からあって、で、特にまあ、妙案新法流に関しては、遠音が刺す音の大きさっていうのが大切なんです。で、遠音が刺すっていうのは、目の前にいて、聞いててもそうでもないのに、実はお家とか出たらすごい鳴ってるみたいな、街中に響いてるみたいな。だからまあ笛でもね、笛でもその目の前でキン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 うるさいなっていうタイプ、うわすごいでかいなっていう音じゃなくて、遠くにいるのに、えめちゃくちゃ鳴ってるやんみたいなね、なんか家ごと鳴ってるやんみたいな滝がよくて、やっぱりそういう、まあ、この桂正山先生っていうのはそういう逸話がある先生なんですね。まあ、当時ですね、まあ、いろんなその108うまい方がいて、で、まあ、桂正山先生も、もうすごいうまいって聞いたので、まあ、お弟子入りをしたいと思って、まあ、来たお弟子さんがいるんですけど、そのお弟子さんがですね、まあ、誰を師匠にしようかなっていう時に、桂正山先生の家行って、聞いてたら、まあ、目の前で聞いてたら、全然音鳴ってないんじゃないかと。うん、要は、全然音鳴ってないんじゃないかと思って、まあじゃあちょっと、正山先生はないかなと思って、家出た途端に、まあ、すごいなってたらしいんですよ。まあまあ、そのカメラで伝えるっていうのも難しいので、すごいなってて。で、まあそういう、こう、まあ、一見でかい音じゃないんだけど、もう離れて聞くと、うわーってなる、その遠鳴りが、まあ、うちの流派でもね、それからいいって言われてるんですけど、まあ、そういうのを体現するために、やっぱりね、はい、太さ、これ通常の感。やっぱりね、太めの感の方が、まあ、いいとされてます。特にまあ太めの缶をバッと吹くのがやっぱりかっこいいじゃないですか。やっぱりかっこよさも大切なので、やっぱこの太めのね、缶、太めの缶で、まあ中が広作りっていうレベルじゃなくてね、広いんですけどね、広いんですけどね、まあ、こういう缶でふわっと息を入れて息をふわー膨らませる感じがやっぱり重要かなと思います。はい、では実際にですね、新法流の、飛曲新選監督無過酷というのを
今ちょっと吹きますので聞いていただきますか。じゃあまず、まあその地なし管と、まあ通常管でどのぐらい響きが違うのかっていうのをねやっていきたいと思います。ではいきます。まず通常の管から、激しい声いきます。みたいな感じです。やっぱりね、そのまあ地塗り管のいいところは、音がもうすんなり入れたら、まあそのまま響いてくれる、音が吹きやすいし、まああの、ま、間違うことがないですね。多少そのポイントをずれてても、多少なんかこう力を入れすぎても、まあフッとなってくれるっていう。でまあ特にその玉水さんは、まあそもそもがですね、あの古典向きの音色をしているので、すごいいい感じになるということですね。はい、では次、地なしの方でいきたいと思います。はい、いきますね。
はい、これはじゃあ、息がですね、あれなんですよね、こういう例えば、っていうこういうところですよね。その綺麗な音のところなんですけど、そのやっぱりね、地塗り感はその倍音のかかり方がすごい綺麗なんですよ。綺麗にかかるんですね。こうツルツルにかかるんですよ。で、地なし感の方はこの音色に、まあ雑味っていう感じじゃないですけど、その音色ちょっと神秘的な感じなのかな、こう神々しいまろみというか、なんか光がキラキラ入ってるみたいな感じ、キラキラ系の音がするんですよ。わかりますかね、これ。僕ね、宗家の人よぎりの演奏とかね、まじなしの演奏とかの時に、その音がね、なんかキラキラ神々しい感じですね。綺麗っていう、こっちは綺麗な音がするんですよ。で、こっちは神々しい感じがするんですね。息の入れ方で、要はどうだろうな、その地なし感と地塗り感の一番大きい違いって言ったら、この歌口勝負っていうところにあんまりならないんですよ。結局、音っていうのは歌口のところで発生するので、この歌口のところで倍音を強めて、例えば、こういうね、ビリビリした音、普通だったらっていうんだけど、収束を深めていくとみたいな感じをしていくんですけど、地なし感はそんなにその収束を高めていくみたいな、そもそもこの気を抜いたおつるですね、この地点から音がだいぶ広がってるんですよ。それがっ
こう収束をしても結構やっぱり散らばっていく、まあここがねすごいね浅いっていうのもあって、まあこっちとこっちだったらやっぱりね地なしの方がさらに歌口浅いんですよ、うん、で例えばよいしょ、この弦と比べてくれても分かるんですけど、だいぶ浅いくないですか、だいぶ浅い、やっぱりね浅いとその音量バンバンビリビリボンボンっていう音はないんですけど、その逆にそのかなりその息遣いっていうかその古典本曲向きのあのふわーってこう広がる感じの音ですね、古典風景向きの音色ですよ。で、まあ、これを見てくれて分かるんですけど、これもともとほら浅いじゃないですか、はい、で、まあ、僕がねそのいつも言ってるんですけど、まああの地塗り感であったりその地塗り感であったり、まあその地なし感でもやっぱりその音量とかっていうのをこう突き詰めていくと、こう、なりすぎるんですね。綺麗すぎる。なりすぎるんです。で、例えばまあ、もともと、まあじゃあこれでいきますね。この新宝流の、まあ、あの、これ新宝流のね、まあ最後の、宮戸監修の、桂翔ね、あの新宝流最後のね、伝承者っていうのはね、その明庵ね、旧明庵寺のね、の最後の伝承、桂正山先生の、まあ、巻なんですけど、
すみません。止まりませんでした。止まりませんでした。やっぱり良すぎて。うん。まあ、やっぱりね、その、まあ、この前も言ったように、やっぱり地なしのところで、やっぱりね、その、結局まあ、その、こっちが、まあ、オリジナルみたいな感じなんですね。で、まあ、これがまあ、その、まあ、レプリカっていうか、その、やっぱりその生還技術も進んではいますけど、やっぱりその古典本曲を吹くためにやっぱりその作られたやっぱりね西洋の管になりますので、あの、まあ、ただね、やっぱり前も言ったんですけど、その年代がいけばいくほどその尺八って、特にその地なし管っていうのは吹けば吹くほど育つんですね、音色が。うん。でこれもね、まあ、あの父がね一生懸命吹いて、あの育ってるんですけど、まあ多分ねこれもね、そのたぶんあと20年ぐらいしたらすっごいね、さらにいい感じに育つと思うんですよ。うん。でやっぱりね、まあ、あの地塗り感もいいんですけど、やっぱりね育ってるっていうね、あの、まあ、これはね、これはもう結構ね、こっちはもうだいぶ古いんで、うん、これもどのぐらい経つかな、これがそもそも多分もう25年ぐらい経つかな、25年ぐらい、まあ、吹き跡もね、だいぶね、だいぶ感として座ってはいるんですけど、あのやっぱりね、音色が、まあ、古典本曲というよりはその3曲とかっていう方に向いてる感じなんですよ。で、まあ、古典本曲で言ったらわー、やっぱ地なしがいいですね、やっぱ地なしがいいですね、地なしが、はい、おつろ、やっぱりね、こう漆の乾き具合っていうのかな、うん、まああと、まあその竹のね、竹のね、まあこれ小町区のね、うん、まあ言ってこれも明治が60年、昭和が60年、120年、平成が30年、150年、まあ大体120から150年経ってる竹なんで、うん、もうすごいですね、やっぱりね。だから、まあ、例えばこの缶もですね、この缶もまあ父がしっかり育てて、でまあ多分それを受け継いで僕がね、その後育てていくっていうね感じになるんですけど、でまああと、もう100年後ぐらいには、ね、伝説の名器。ね、やっぱりね、育っていってね、ここにね、なんかお絵描きしたいですよね。なんかお絵描きしたいね。お絵描きしたいね。はい。こういうね、こう、お絵描きしたいですね。文字入れをね、うん。まあ、金とかでね、まあ、入れてもいいんでしょうけどね。はい。っていうね、感じでした。はい。ということで、まあ、今日はですね、まあ、同じ生還師さんの同じ値段で、まあ、そのどうね、地なしと地塗りでどう変わっていくのかっていうのを詳細に説明しました。はい。これでまたね、皆さんがね、いやー、そこら地なし欲しいなと、地なし欲しいなというね、気持ちがね、増えてくれたらと思います。では、またね、ありがとう。